しくお願いします。よろしくお願いします。マラドーナ坂田です。よろしくお願いします。マラドーナさん、はい、今日からじゃあトレーニング3ヶ月やって、はい、一番の目的っていうのは何ですかね。一番の目的は子供からパパかっこいいと、あ、その一言言われることです。娘さんが、娘ですね。いらっしゃる。はい、こいつのまだ5ヶ月です。今までトレーニングはされたことありますか。もうここ7、8年はないですね。もともとは何かスポーツは。もともとはサッカーやってまして。サッカー、はい、体脂肪率も 5%。 おー、当時55kg。 1500m 長距離の鬼だったと思うんですけども、はい、そうですね、短距離長距離両方とも鬼でしたね。体作りに必要なのはもう一つ何だと思いますか。食事です。正解です。さすがですね食事とトレーニング、はい、あともう一つあります。はい、何でしょう。さすが、これはね、やっぱ分かってる人はさすがですわ、はい、気持ちですよね。気持ちです。その3つが全て揃うとどうなるでしょう、はい、こうなります。食材、自分が食材を選ぶってことです。そうです、食材をチョイスして食べてほしいんですよ、はい、どういうことかっていうと、例えばじゃあ、わかりました。家にある、家に器具あるんだろう。最初は器具持ってたんですけど、もう全部あげちゃいました。ああ家に器具買います。そしたらでも買ってほしいとしたらやっぱああいうのになっちゃうから、ああいうあのスミスとかでかいやつ、エアロスミス、何ですか。15万ぐらいの。15万ぐらい。そうそう、ありがとうございます。アッキーさん買ってもらえない。極端な食事制限というのはやっぱりできないと思うんで、はい、なかなかね、はい、今回のテーマは体重変わらずに見た目変えていきましょうよ。でみんなやっぱ体重に結構とらわれがちなんですよね。とらわれません。まあ別に今太ってることも何とも思ってないんで。何とも思ってない。何とも思ってないですね。なんならちょっとおもろいんじゃないか。一番メンタル強いのは多分この人ですね。彼結構この間のさ動画でも、まあ、いろんなコメント入ってたじゃん。コメント見たでしょ。コメント見ました。何感じた。何にも感じない。何にも感じないからね、彼は。むしろオブリガード。オブリガードね。でも本当中にはマラドーナ面白いとか、うん、マラドーナ絶対跳ねるっていうコメントもいっぱいあったんで。ありましたね、それは見てどう思いました。嬉しかったよ。どんな体になりたい。まあ目指すはルーニーテベスになる。あ、テベス。テベス。あ、なるほどね。あ、じゃあもうこっち業界の体とかあんまり興味ない。興味ない。なるほど。違う、興味ない。うん、テベス。テベス。テベスね。かルーニー。あんま変わんなくないから体重だけ測っとくか。そうだね、体重を、うん、それだけやったから。じゃあよし、乗って。これ見てよ、77kg の30.8% だわ。内臓脂肪14。やばい。これもやっぱ死ぬよ。死ぬ。うん、基礎代謝1500、うん、代謝も低いから、もうだからやっぱり筋肉をつけて、うん、代謝を上げて、でいっぱい食べながらトレーニングして運動しっかり動いて体重を落としていくと。でもその分筋肉も増えていくんで、あんまり体重変わらずに、だから76、5キロぐらいで3ヶ月で見た目がしっかり変わればいいんじゃないか。そうですね。 OK ね。一生懸命ラットプルダウンいきます。はい、ラットプルダウン。はい、これ何の種目だろう。背筋、背中。背中だよね。はい、背中の筋肉って、はい、上半身の何割ぐらいのところ。6割。惜しい。7割。おお、いい線がついてるね。いい線ついてるね。いや、走ると背中の方が痛くなるのよ今。ああ、だから多いんじゃないかなと。なるほどね、うん、ちょっとなるほど。でも単体で筋肉一つ一つのパーツで一番でかいの上半身どうやる。おっぱい。惜しい。肩。出た。これが噂の。これが噂のね、メロンが実った波及に残った困った。困った。あー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 、こらった。で、イメージしてほしいのはこれね、ヴィーガン、はい、ボディビルダーなんだけど、プロのね、この人の背中をイメージしてください。はい、この内側の X まで意識してください。はい、でこのまんま鎖骨に自分に向かって引いてきて、ああ、そうそうそう。でさっき X つけるとここあったじゃん。はい、ここでうずらの卵あるイメージ。ああ、いい。もっと引ける。スー。はい、
チュー。前傾するとよりやっぱ収縮しやすいわけよ、はい、で動物ですっげえ前傾して背中すごいの誰だ動物動物ねライオンゴリラゴリラゴリラこうなってんじゃん、うん、だからもうリング拾うだけで背中入るやってみてゴリラに一回なれば分かる骨盤前傾してここだけ前傾させるそうそうそうこれじゃあゴリラそう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 リンゴ、リンゴで、取って背中効くでしょ背中効く効く4 5続けられそう成績きついよ成績きついきつい相当きついでね一番大事なのは何か分かるでしょ、うんそこだよねそこはネガティブ言わないこれギャグだからきついよって言ってるのギャグでほんと心の中では気持ちいいこのままね寝るじゃんそしたら下ろしたらこの位置をちょっと足の方に上げてちょっと足そう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 そっちそっちそっちそう内側でしっかり右そう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 ぶれないよぶれない39、そうもう少し寄せる全体的に肘をここまで上に来てるよ足の方にねはい、あと3つそうだ、OK よしどう胸が踊ってる踊ってるピクピクさ、ピクピクできるんおおおおおお、惜しい鬼だきついきついよ続けられそうやるしかないんだよ初心者がやるフライだからね今からやるのがもう本当に右も左も分からない人がやるフライこれ一発で決めよう OKOKOK 大事なのはそこ次ちょっと寝て今度フライだからストレッチねうん伸びる伸ばす動きでダンベル持ってます今度フライだから横ね横で開いてこう下ろしていくから持ってこう、うん、OK 胸開くでしょ、うん、伸びるでしょ、うん、そっからさっきみたいに肘寄せてあげてこう寄せるよねでこうこういうイメージなるほどねこうこう、はい、こうでちょっと気持ち小指側から寄せるイメージね、はいはい、で肘こうなっちゃダメ肘こう開いてそう、しっかりこう持つこうこれ以上伸びると伸ばしすぎる、はい、こうねこうで肘からそう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 3はいダンベル持っていこうダンベル何か空気だからああそうかい結構意識してたからいいね結構ついてたけど持ってなかったね、はい、意識してたから行こう肩甲骨寄せてよ胸張っておお、いつそう肘から肘からこうじゃないこっち開いて肩うそ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 うはい1胸張ったまま胸張ったまま上げていく2小指側から寄せるさあこう来たらこのまんまねこういうイメージ OK 持ってる右手の部分がすごく痛いですはい、ここここよいしょ、ね、伸ばして、伸ばして伸びてるの分かる？あら手からいかないよ、肘からね落としたら、はい肘から寄せる、肘から、肘から肘から寄せる肘さんねはい、はい肘さん肘さん小指側から寄せてこうやって小指にそうそうそう
でもうちょっと足の方に、足の方に。ヒーさん。そうそうそう、今でいいんじゃない？でストレッチ、ストレッチ。ストレッチ？そう。えいし。で？ヒジさん。そうそうそう。体ぶれないよ。すいません。今何回やってますか？ラスト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 2ラスト2。はい。もっとこう外に行ってからの、はいはい、そこから。オッケーオッケーオッケー。はいよ、終わった。そうそう、上げる位置いいよ、めちゃくちゃ。開いて、肘開く、そう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 、いいね。さすがだわ、運動神経ってやっぱいいね、飲み込め早い。うおお、今手から先行した、肘から。そう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 、さっしー、いい、今のいい、これこれこれ、2回目で決めてきた。やべやべやべ、3、はい、はい、くそきついよ。大丈夫大丈夫、はい。し、そこでいいよ、そこでいいよ、戻して、ストレッチストレッチ。ラスト2回、ラスト2回、いや諦めたら、そこで試合終了だよ。はいはい、それでいい、それでいい、手からいっちゃうね。はい、戻して、いかない、上げなくていいから、肘からいける範囲でいい。よし、オッケーオッケー。はい、失礼。うわ、今の良かったよ。どうだった？あんまね、使ったね、正しいフォームでやると。胸どんな感じだった？胸はもう悲鳴上げてた。ああ、やっぱり2回目でしっかり合わせてきてる。悲鳴上げてきたよ。このフライの種目めちゃくちゃ大事だから、筋肥でいかに重いものを持ってストレッチできるかだから。感じれた？感じれた。これがまあ大体胸の基本種目、プレスとフライ、めちゃくちゃ大事な種目なんで覚えてて。プレスとフライね。ドーン。